はい、ということで無事収録終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本日のゲストは足立優斗さんです。ございます。優斗です。ありがとうございました。今日はもうめっちゃ楽しかったです、ね、楽しかったです、ね、はい。続きちょっと乾杯からの続きですか。あ、もちろん。お疲れ様です。お疲れ様です。おいしい。今日マジ暑いから最高じゃないですか。最高ですね。今日外めっちゃ暖房効いてるんですよ今日。はい、なんか、はい、毎回その収録ちょっとやっぱ尺が結構短いんで、はいはい、いろいろ話したいこぼれ話みたいな、はいはいはい、でさっきその本番中にもっと話したいことあるんですけど、うん、一回置いときますって言ったやつあったじゃないですか、はい、そのフリーでね、はい、活動されてるので、はい、その打ち合わせとかも最初はマネージャーさんと、はい、クライアントさんとかで話したりするのをいきなりもう足立さんがいきなり行くと、はい、ご本人がいきなり行くという、はい、でそこでクライアントさんの話を直で聞くことによってその熱さとかが伝わったりこっちも熱くなれるという話をされてたんですけど、はい、僕もそれ結構感じることがありまして、決してそのマネージャーさんが悪いわけではないですね、はいはいはい、誰がやっても絶対そうなるんだろうなっていうことがよくあるんですけど、はい、やっぱり伝言ゲームっぽくなるじゃないですか。はいはい、伝言伝言、はいはいはい、でその内容は伝わるんですよ。その情報はきちっと伝わるんですけど、はい、熱が伝わらないんですよ。あ、でもそのフリーでやられたらフリーでやられてるだけのすごい大変なこともいっぱいあるんですけど、はい、そこに直でいけるってことですよね。そうですね。あとはなんかいいところといえば、僕そのやっぱお付き合いとしてはウィンウィンっていうのが僕一番何事にもそうなんですけども、うん、やっぱりその結構正直にいろんな話をできるっていうのが結構大きいかもしれないですね、うんうん、ただイベントにとってもね、結局そこにはクライアントさんがいて、で、まあ、演者がいて、まあ、僕自身もなんですけども、そこに何を見出してほしいのかっていうのを直接言えるから、うん、ぶっちゃけ変なまあ、深い話もできちゃいますよね、うん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 、なんかあんま気使わず、うんうん、なんか結局探り探りでダメでしたじゃなくて、うん、ダメでしたってことは僕嫌なんで、うん、はい、そこはそうですね、そういうことができるから結構そこは嘘をつけなくなるっていう自分の中でも、だからすごく気持ちがいいお付き合いができやすいですね。そのなんか本番前に事前に、はい、あのね、お話しさせ、はい、打ち合わせさせていただいて、その僕のメモに、はい、無難が嫌って書いてあるんですよ。大嫌いですね。もう常識をぶっ壊してきたんですけど、まあでも僕ができないことは誰かがやってくれるんで、なる、はい、もう僕はしかできないことはね、とことんそれが誰かの夢になってくれたら嬉しいですし、道ができたらすごいな。そうですね。いや、なんかでもこれももちろん言える範囲でいいんですけど、はい、大使ってどうやってなるんですか。大使は分かんないっすはい、なんなの、はい、なってくださいって思うんですよね。そうな、だから大使、僕もいつからなんですか。27歳ぐらいからって知ってたからね。じゃあ5年、6年ぐらい前に、ね、もう急になんですよね。急になんか県からあの茨城大使になってもらえませんか。え、そうなんですか。今言った僕のじゃあなってくださいみたいなことが起きたと。もうそんな感じですね、そしたら、はいってなったら、もう次の日、まあ、正月ですよね。もう多分正月に普通にテレビ見てたら、NHK の速報が入ってペロリロン、ペロリロンで足立優斗さんが茨城大使就任みたいな。えっと思って、そんな俺、細かいこと聞いてないかと思ってマジで、そしたら県から入って明日、授与式あるんで来てくださいみたいな。え、そんな急と思って、マジでそんな感じなんですか。そうなんですよ。だからよく言われるんですよ、ぶっちゃけた話、茨城大使ってこれ給料っていくらもんなのみたいな。まあ、あるんですけど、気になるところ一切ないから、給料なんて一切なくて、かといってなんかだから茨城大使って意外と何を自分でやらないと、ただ茨城大使になりました、はいはいはい、だけになっちゃう部分があるから、ね、でもやっぱその茨城大使ってやっぱ向こうで活動するにはすごく強いんですよ、やっぱり。いやいやいや、めちゃくちゃすごいことですよ。だから逆にね、それはすごく利用しつつ、はい、やっぱそうですね。いやいや、自治体からのお墨付きって半端ないですよ。でかいらしいですね。いやいやいや、めちゃくちゃすごいですよ。これ自称がついてたら全然大したことないですからね自称そうですね。でもやっぱね、やっぱ茨城とか地元になるとやっぱ行政っていうのがね、どうしてもついて回るんで、そういうところにとってはこの茨城大使やっててよかったなっていうのはありますね。いや、でも急にって言っても、うん、地盤がなかったらありえないじゃないですか。でもやっぱ海外
ったりとか、うん、なんかそのファンの方っていうのがどう手ついていろんなちょっと大きめなライブをやるようになってからですね。なるほど。うん、それまではそうですね、なかったですけど。全然やらしい話じゃなくて、はい、その茨城県にとっても、うん、メリットがあるというか、はい、足立さんに大使になってもらったらいいことがいっぱいあると思ってるわけじゃないですか。どうなんすかね。そうじゃないか、絶対だって急にお正月にテロップ出さないで、ね、いや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 ね、びっくりしましたね。いや、すごいな。そうなんですよ、だから茨城県って、まあ、ある曲、まあ、NHK さんとか、うんうん、1チャンネルって、うん、要はあの普通に全国の NHK 流れてて自動的に切り替わるんですよ、その、はい、なんで、なんかね、そうなんですよね、やっぱ結構でかいですよね。だ茨城放送さんもそうですよ。あの茨城って本当にあんまそういうメディアが溢れてないから、テレビ局っていうのもザ茨城テレビってないじゃないですか。なるほど。ないから、このやっぱ茨城放送さんとか、うん、茨城新聞さんとか、うん、まあ、NHK 水戸放送さんとか、うん、ここのやっぱその巨頭さん、巨頭巨頭やっぱでかいですね。なるほど。あとは回覧板。回覧板、そう、足立ハウス広めるために僕撮ったのは、うわやばっ、これまたあったんですけど、はい、あの人がいないショッピングモール攻めるのと、はい、普通は SNS で、はい、例えばあのいろんなねプレスかけて、はい、ネットニュースしてくださいよ、大体そうじゃないですか。もう僕が所属させていただいてる、はい、もうホリプロさんはもうプレスリリースだなんとかね、ウェブニュースだなんてことやっておりますけれども、はい、うちは回覧板です。回覧板全自治体に回覧板で走らせる。さすがに持ってる、さすがに持ってるマネージャーも笑ってますからね。やばくないですか。それはバカにするマネージャーじゃないですよ。いやいや、マジでそれはすごいことっすよ。だって都内で、いやいや、だって回んないんじゃない、俺が住んでるところが回覧板なんか回したって回んないっすもん、そもそも。いやいや、多分目的地までたどり着かないっすよ。いやいや、なんかそうするとなんか意外と、やっぱ本当にまだね、紙媒体、回覧板っていうのがあるから、そこを狙っていくともうね、普通のネットニュースはやっぱ見てない、見ないんですよね、おじいちゃんおばあちゃんとか見ないよ。で、意外と自治体から回ってくるもんだから、あ、この人応援していいなっていう公式感が生まれますよね。確かに確かに。なんかね、知らない人がなんか 歌ってますじゃなくて、うん、あ、なんかもうなんかあるじゃないですか、そういうの。そうすね、ああいう、そういう見え方、役所が言うなら間違いねえだろみたいなとりあえず足立行ってみようかみたいな。あー、すっごい。そうなんですよね。なんかそうすることによって結構話題性が地元で生まれてくるんで、うん、逆に足立ユートと関わりたい、足立ハウスと関わりたい企業が生まれるんです、今度。そうですよね。スポンサーになりたいという、うんうんうん、その連続っすね、多分。いや、すげー、それがこうなってってる今。めっちゃ面白そう。楽しい。めっちゃ面白そう、なんか畑を耕す感じですね。ね、はい、開拓ゲームみたいな。はい、めっちゃ面白そう。そうっすね。で、意外とそれってまだ時間大丈夫ですか、これ。全然全然、本当に僕は畑を耕すゲームだと思ってて、一つのいろんな畑がある中で全部に種まこうとするんじゃなくて、もう一つの畑でどんだけその人関わってくれた人が、うん、夢を見れるかっていう、うん、まあ、田園を作るっていうのは、もうそこがもう足立ハウスのモットーなんで、意外とそれって人って今なかなかメディアが溢れてるんで、どうしてもね、全国にってなんですけど、うん、僕の目標はもう北海道でいう大泉洋さんがいたじゃないですか、うんうんうん、の茨城で言えばもう足立ユートっていうものを作るっていうのは、で、後々で全国になってくれるのは僕はよくて、その代わり茨城に行ったらもう、ああ、もうとりあえずこいつにやっていけばっていう、感動しております、私やっぱ茨城、それが僕は茨城に対して恩返しだと思ってて、すごい、はい、そうなんですね、めっちゃ茨城トーク今日。そうですね。いや、すごい、茨城しかないですからね。いやトークもっと早くしたかったっすね。いや、希望しかないわ希望しかないですね、もう先にね、何でもできますね、やろうと思うね。そうっすね、すごいわ、はい、今日はありがとうございました。本当ありがとうございました、楽しかったです。今日境にまたいろんなことができればと思います。そうですね、引き続きよろしくお願いします、はい、また一緒に飲みながら、はい、美味しかったです。本日のゲスト足立ユートさんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。